即位30年を記念した京都御所での茶会に両陛下が出席されました。天皇皇后両陛下は午後 JR 京都駅に到着しました。夕方には京都御所で即位30年を記念した両陛下主催の茶会が開かれ、関西の自治体の関係者や著名人などおよそ210人が出席しました。天皇陛下は挨拶で、父祖の地であるこの京都において皆さんと共にひとときを過ごすことを誠に嬉しく思いますと述べられました。皇后さまは出席していた歌手の坂本冬美さんに、皆さんのためにいい歌を歌ってくださいと声をかけられたということです。